硝石。硝石、使用石は、硝酸塩鉱物の一種。化学素性は、NO、KNO、硝酸カリウム、結晶系は、斜方象系。日本における米は、炎症、もしくは炎症。硝酸カリウムが、天然に産出する形態が硝石である。硝酸カリウムは、窒素化合物の一種で、英語の、窒素は、硝石。 ナイターに由来する。染料、肥料など、製造に窒素が必要な製品の原料として、昔から用いられてきた。特に酸化剤として、黒色火薬の製造に必須の火薬材料で、黒色火薬が唯一の重宝用火薬であった時代には、重要な戦略物資であった。また食中毒の原因となる細菌特に、 塩漬け豚肉の食中毒の原因となりやすい、ボツリヌス菌の繁殖を抑制する作用があり、食肉の保存に必須の薬品でハムソーセージなど、食肉加工品の製造時にとともに肉にすり込むこと、使用石が古くから行われている。そのため、小石を用いた肉加工品は硝酸イオンと肉のミオグロビンの結合のため独特の桃色を呈する。 通常のハムが加熱しても赤みを保つのはこのためであり、食品添加物として用いられる、アショウ酸臭は発色剤とも呼ばれる。硝石とよく似た性質を持つものに、チリ硝石がある。チリ硝石の主成分は、硝酸カリウムではなく、硝酸ナトリウム、NANO3 である。チリ硝石は、南米のチリで大規模な鉱床が発見され、ハーバーボッシュ法の発見以前には、 世界的に重要な窒素工業の原料となっていた。天然の硝酸カリウムは土壌中の有機物や動物の排泄物に含まれる尿素、またそれが分解することによって生じたアンモニアなどの窒素化合物を自然環境下に存在するバクテリアのア硝酸菌硝酸菌が分解する過程でアミノ酸体やアンモニウム体の窒素化合物が硝酸イオンに参加され、 カリウムイオンと塩を形成することによって得られる。水溶性で、土中に生成した硝酸カリウムは、雨が降ると深層に拡散してしまう。また硝酸カリウムは、植物の根から養分として吸収される。このため表層度に、硝酸カリウムが蓄積するためには、土中の有機物が豊富で、雨がかからず、植物が生育していないといった条件が揃わなくては、ならない。 小石は古くは雨の降らない乾燥地帯や床下や穴蔵などこの条件を満たす環境の地表の土から採取された。中国内陸部、スペイン、イタリアのような南ヨーロッパ、エジプト、アラビア半島や西アジアのイラン、インドなど乾燥地帯では天然に採取されている。一方、北西ヨーロッパや東南アジア、 日本のような湿潤タウナ地域では、天然では得難く、主に人畜の死尿を原料にして、バクテリアによる酸化による生成を人工的に導く生産方法が工夫され、ドイツやフランス、イギリスのような北西ヨーロッパでは、糞尿が浸透した家畜小屋の土壁から小石を得ていた。また、東南アジアでは、 伝統的に高床式住居の床下で鳥や豚を多数飼育してきため、ここに排泄された、鶏糞、豚糞を床下に積んで、発酵、熟成させ、ここから小石を抽出したほか、熱帯雨林のホラー穴に大群をなして生息する、コウモリの糞から生成したグアノからも抽出が行われてた。また、何十年か、たった古民家の床下の土を集め、温湯と混ぜた上澄みに、 炭酸カリウムを含む草もかえを加えて、硝酸カリウム塩溶液を作り、これを煮詰めて放冷すれば結晶ができる。この結晶をもう一度溶解して再結晶化すると生成された小石となる。この方法を、コド法といった。フランスでは、小石採取人という職業があり、国王からあらゆる家に立ち入って、床下を掘る特権を与えられていた。 古土法による小石は別名、ケール小石と呼ばれていたが、輸入物に比べて品質は低かった。生産量は年間300トンほどであり、需要を満たすには足りず、インドなどの輸入が大きな割合を占めていた。フランス革命の時代になると、イギリスとの外交事情からインドからの輸入が困難になった。そのため、風通しのいい子やニチスを含む子の葉や、石灰石、噴尿、 人海を土と混ぜて積み上げ、定期的に尿をかけて、昇石を析出させる、昇石給法が発明される。昇石給法は最初まで五年余りを要するが、土の二から三パーセントもの昇石を得ることができたため、ナポレオン戦争の火薬供給に大きな役目を果たした。昇石給法は、他の国でも行われ、幕末の日本にも伝来している。そうや、元、 民といった中華世界を統治した王朝、これらと深い関係を結んでいた、高麗、李氏朝鮮といった朝鮮半島国家が、国食火薬の重要な原料として用いた用の大輸出国が日本と琉球王国である。しかしこれらの政権は、和光の問題もあり、自らへの軍事的脅威となりうる日本へのもう一つの原料、小石の供給と生成技術の電波を固く禁じて、 火薬の伝播を妨げていた。しかし、14世紀に、高来に伝播した火薬は15世紀には日本にも、伝来し、応仁の乱で使用された記述がある。戦国時代の鉄砲伝来以降、欧州系の火器の伝来とともに、南蛮貿易による東南アジアからの意思供給の道が明け、日本は大陸のアジア諸国に一足遅れて、火器の時代に本格参入することとなった。 琉球王国は独自に東南アジアとの貿易経路を確保していたために東アジア型の火器は早くから及ぼしていた。当初は硝石供給を基本的に中国や東南アジア方面からの輸入に頼っていたがやがて需要の大きな硝石の国産化への試みが始まる。古い家屋の床下にある土から硝酸カリウムを抽出する古土法が発見され、 各地で行われていた。五箇山では、培養法という、柵と呼ばれる草や、石灰くず、蚕の糞を、床下の穴に埋め込んで、数年で小石を得る技術が開発され、小石を潤沢に生産するようになった。この方法は後に、五箇山を支配した加賀藩によって取得され、五箇山は、流刑地として管理下に置かれた。培養法の知識が伝わったのは隣接した、火田。 白川に限られ、他の地域では行われなかった。日本では幕末まで、主に古土法で昇積を得ていた。古土法による生産量は少なかったが、江戸期に入って社会が安定したことにより、火薬の需要が減り、国内での全需要を古土法で賄えるようになった。幕末期になると、日本にも昇積急法が伝来した。しかしすでに1820年頃、 地理のあたかま砂漠において広大な地理小石の交渉が発見されており安価な地理小石が大量に供給されるようになっていた。また火薬そのものも進化し小石を原料としない火薬に需要が移ったため土から小石を得る小石生産法はやがて全く姿を消した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。